イジョンソン質問コーナーということでね、この企画はですね、視聴者の皆さんからこうツイッターのね、DM をたくさんいただきます。まあその中から僕がね選んで真面目に大真面目にね、質問に答えていく、その質問を解決していくというコーナーです。ということで早速ね、質問読み上げていきます。質問です。麦さんとのね、コラボ動画まだですかと、早くやってほしいですというねことなんですけどね、この意見ね非常に多いんですよ。でもねやっぱりね麦もねこう神出鬼没というか、まあいうキャラですし、まあ少しねやっぱシャイなところもね少なからずあると思うんですよ。そうだからあまり動画とかには出ないんですけどね、まあここで一つだけ、まあ、俺が考えうる限りでね、皆さんが協力することによってね麦が動画に出る方法がありますということはね、まずこの動画のコメントとかで、まあ、やっぱ麦出てほしいとかね、麦と早くコラボやってくれってやってることによって麦をもしかしたら見てるかもしれない。だから麦はこのコメント見たら、おお俺も出てやらんこともないなっていうところなんですよ。まああとはですよ、まああとはやっぱり僕の思いつく限りはね、まあ、やっぱり僕が生配信をやってる時とかにたくさんもう全財産ねこうやって投げ銭をすることによって麦がね、あそれなら来季さんの配信に出たいっていうね、結構ポジティブなね気持ちを持つことができると思うんですよ。なんでね僕が生放送やってる時にね、もう全財産投げ打ってね、自分の人生すべてをかけて投げ銭をすることによって麦がねこの動画に出てくれるんだと思います。ってことでね本編どうぞ。ライジョンですよね。今日もやっていくんですけど、今日はね、新環境最強デッキ参戦ということでね、やっていきたいと思います。なんですけどね、参戦なんですけど、今回はね、3位タイのデッキがね、2つあるということでね、まあ、実質4戦みたいな感じになってしまうんですけど、まあ似たようなデッキなんでね、好みによって使い分けていただければいいのかなと思います。ということで紹介していきます。まずはこちら、ディガーウォールブレイカーですね。まあこのね、系統のデッキ、ディガーウォールブレイカーなんですけど、コウモリの情報、そして、クロスの下方ですね。クロスはね、こういうデッキに対してめちゃくちゃ強かったんですけどね、クロスが弱くなったことによってね、しかもね、クロス微妙じゃないんですよ。微妙な下方とかじゃなくて、マジで弱くなったんですよね、クロス。本当に弱くなって、すぐ壊れるようになったんですよ。そうなんで、こういうね、デッキが今刺さるんじゃないでしょうかといったところで、マジャジャ、ウォールブレイカーですね。早速使っていきたいと思います。よいしょ。今回ね、クロスが弱くなった。で、コウモリが強くなった。そして、ヒースピが弱くなったということでね、もうコウモリデッキをね、殺す輩がね、おらんくなったんですよ。そうなんでね、もう実質最強ということでね。さあ、バルキリー。さあ、ただこの実質最強デッキが3位になってしまう。つまり、これより強いデッキがね、2つあるということで、まあ恐ろしい環境ですね。さあ、ここね、1回スケ囲んでからの、ウォールブレイカーかな。こうウォールブレイカーやってあげることによって、これ無視したら一発入る。オッケー。ここはザップ切ってコウモリ系なんで、多分ね。よいしょ。さあ、いいね。インズラーぶち転がしていく。さあ、ここはまあ相手がディガーだったんで、よいしょ。よいしょ。勝てよ。勝てよ。貫け。オッケー。でけえ。マジででかい、それ。よいしょー。これ、やりごぶぐらいしかないでしょ、相手。オッケーオッケー。ディガー?おっと、それは?ぶち抜けるぞ。はい、バルキリー。さあさあさあ、ここはワンチャンやりごぶを足してくるので、スケでね、一旦カバーしてあげて、スケ、スケという感じですね。さあ、このデッキはね、まあ、だろうな、でも、ザップガールで今はギャングがギリ。ただ、ウォールブレイカー、あれなんですよ。相手はね、メガナイト枯渇なんで、これ、後ろの一体だけとかね、タゲ取ってあげて。オッケー。いや、いい。ザップ使わせるのはでかい。今度は前ですね。これ、ギャング来る。よいしょ。さあ、いいよ。ここら辺でね、序盤、メガナイト出されないうちに、結構削っときたいんですよ。で、終盤は、ケツインドからの、メガナイト組でね、結構いかれると思うんで。よいしょ。やばい。それはうまいね。まあでも、ザップ切って、相手ギャングしかないんですけど、ギャングのエリがないはずなんだよな。そう。やりゴムなんで一発入る。オッケーオッケーオッケー。完璧。これ、やりゴムが一体殴ってから、チュチュチュンして、これ、ギャンガーだけど、裏だったら、ああ、いいコウモリ。それはめちゃくちゃいいコウモリだな。裏も表も抑えれるいいコウモリですね。さあ、ただ一発入っている。はい。まあこれディガーでタゲ取ってきて、おっと、よいしょ。ここは穴埋めでね、実際、おっと、相手諦めか?俺のあまりにもこの強いデッキと俺のこのプレイヤースキルによって、さあ諦めだ諦め。さあとりあえずね、バルキリー始まりに出してマジックアーチャー。まあ結構ね、こういうコウモリ系のデッキなんですけど、穴埋めコウモリ、そしてマジアチャがね、入ってることによって、
こういうコウモリ系、復活したコウモリ系のデッキに強いんですよ、このデッキは。そう、ということでね、なかなかにね、こういうメガナイトウォールブレイカーとか、まあ、復活してる、あとはこういうね、メガナイト系のコウモリですね、メガナイトスケバレとか、にも結構強いんじゃないでしょうか、といったところでね、さあ、まず1戦目勝ち切ることができました。ありがとうございます。って感じでね。さあ、続いて3位タイのデッキ、もう一つ紹介していきたいと思います。こちら、ディガーウォールブレイカー。もう一個ですね、もう一個のディガーウォールブレイカー。なんで、これはね、まあ、おすすめランクがね、同じということでね、この二つとも、まあ、デッキが似てるんですよ。まあ、ただ、お好みによってこう使い分けるもんなんでね。まあ、皆さんね、好みで、分けてもらえればいいんじゃないでしょうか、と。さあ、ということでやっていきたいと思います。よいしょ。さあ、なんですけどね、今回このデッキですね、マジでね、使いやすいんですよ、本当に。しかもね、マジでクロスがいないことでね、このノンストレスにクラロラができる。なんて最高なんだと。しかもね、やっぱりね、ああいうヒースピ系だとか、まあ俺が使ってたんですけど、ヒースピ系、ヒースピトリトン系とかですよ。とか、あとはね、クロスとかにね、やっぱね、ひねり潰されてしまうと、あんな、ほら、残念なーってなっちゃうんですよ。なんですけどね、まあこういうコウモリ系にひねり潰されたら、まあ相手がまだ上手かったなっていう感じで終わることができるのでね、まあクラロア自体のこうストレスもね、減らすことができるんじゃないでしょうかと。謎ウッドを打っていって、こうやるゴブリン。さあ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 。やばいってそれ。これファイブウッド。危ねえ、いい判断、いい判断。危ねえ、危ねえ、危ねえ。さあ相手はザップを切っていた。ここでザップを切らしてからのコウモリ追加。さあいいよ。さあこれはテスーラをぶち転がすことができる。いやいいね。いやいいアイゴレだ、それは。まあ、相手はヤナメザップ、アイゴレ、そしてインズラーがいてのテスラ。まあ、ディガーバルーンとかかな。うん、考えられるところとしては。まあ、相手がウッドじゃないんで、結構やりごば出し毒ではあるですね。まあ、とりあえずディガーを後ろにぶっ転がしてあげてからの時間差やりごぶ。で、ここで2枚引き出していきたいですね。いやー、それはいいインドラ。いや、いいインドラ、さすがに。なるほどね。それめちゃくちゃいいインドラですね。じゃもう、ここら辺に、ここら辺に手が飛ばしてやればね、もう良かったかもしれないですね。さあ、ナイティナイティ。やべ。なあ、2発もらっちまった。最悪だ。やべえ。こりゃ。まあ、次、矢の雨があるんで、ディガーからのコウモリで、そこに、いや、でもアイゴレかな。ディガーからのやりごぶするか。そしたらアイゴレ、うわ、危ねえ。ディガーからのやりごぶ。で、これで、アイゴレ抑えが来ると思うんですよ。そう。おお、ババ。まあ、ここにはね、呪文を抑えてもらって、で、雨が来る。はい。で、ナイト低め。低めですよ、低め。で、ここでザップを抑えてもらえれば、安平、安平と。さすがいいですよ。そこはディガーを飛ばしていって、まあ、やりごぶ。そして、あ、うわ、やば。やばいっすね、これ。テスラ受けでもね、めっちゃ安っすね、正直。めちゃくちゃ相手。でも相手はフリーズやザップなんで、このボムタワーがね、マジで突破できないと思うんですよ。なんで俺はこういう残りカスインズラーたちを、あまりね、こう、うまく処理されずに。で、いいよ。で、こう、ボム先は現金ですね。やばい。それやばい。やべやべやべ。ワンチャンザップが来る。これでヤーメンかテスラが来る。ババ、美味しいそれは。ナイトからのウッド。いや、めっちゃめんどいそれ。これザップが来るんで、ディガーウォールブレイカーで一発ぶち込みます。ワンチャンフリーズ来るんで、これタゲ取ってあげて、オッケー。相手はそう、インドラ、アイゴリインドラがでもこっちからしたらマジでちょっとだるいんで、相手はめちゃくちゃいい判断ですね。これコウモリセッパからの、いや、いい。ワンチャンフリーズくんな、これ。あー、やべ。やばい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 。いや、なんかすげえさー、
ウォールブレイカーメタみたいなデッキ来たな、おい。やばいやばいやばい、終わる終わる終わる。いやマジか、これザップフリーズで終わるかな普通に。いやーマジか、なんかそのやべえな。あー終わったー、やりこぶ、こいつは爆発が。なるほど、はいはいはい、深いですね、深くていい話が聞けましたね。まあこのやりザップやフリーズ説はさすがにやばいですけど、まあこうなっちまったらやばいけどこれ以外だったら勝てるかなって感じですね。さあ続いて、2位のデッキを紹介していきたいと思います。2位はこちら、ディガーじゃなくて、ディガーじゃないですよ、罠ですよ。皆さん引っかかりました今。ちゃんとやってください、本当に頼みますよ。あのラムですね、ラムなんですけど、ファイボとかが入っていた今までのラムじゃなくて、これ雪玉アイゴレタルみたいな感じで、結構細かいの系をメタリに特化したっていうね、まあ、コウモリメタみたいな感じですね。まあコウモリに対するね、対抗手段がラム、マジックアーチャー、アイゴレ、そして雪玉とある感じなんで、まあね、現環境結構なんか、ハンターとか、まああとはトリトンがね、結構減ってるんですよ。で、ヒースピも減ってるということでね、このデッキやっぱ今、コウモリ系が多いんでね、来てると、いったところで、早速ね、やっていきたいと思います。いきます。よいしょ。なんですけどね、さっきちょっとね、ちょっとした事故っちゃって、あ、これバグかなって思ったんですけど、気づいたらね、トロフィー30減ってたんですけど、まあ皆さんね、あんま気にしないでください。さあさあさあ、ということでね、よろしく。まあつまりね、クロスがいなくなったらどういうことかって、ね、言われるとそういうことなんですよね。さあさあさあ、とりあえず打っとけ、はいはい、大体分かってきました、大体分かってきました。俺のね、俺の厚切りジェイソン的に言うと大体分かってきましたね。さあさあさあ、打っと、ああなるほどなるほど。いやー、コカッツァーですね。コカッツァーに対してはね、このマジアーチャーでね、世界を切り開くことができるので、皆さんご安心くださいと。しかもこのデッキはね、その回転力も速いんですよ。なんで、もし延命、あー、おいぴよおいぴよ。おいぴんぴん、おっと。さあ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 、とりあえずここはマジアチャからの、やばい。まあまあまあ、ここはね、許容してあげましょう。さあ、魔法の言葉許容。この言葉はね、クラロア YouTuber ほぼ全員が使うね、魔法の言葉でして、許容っていうとね、守れなかったこともね、許容っていうことによって、さも守れたけど守んなかったみたいなね、感じに聞こわせることができるんですよ。いや、こいつ雪玉ね、弾いてラムで処理したら、ちょっとオシャンティーボーイだったな。さあさあさあ、ここはとりあえずね、ユーノちゃんで処理したいんですけど、よいしょ。ペロペロ。さあ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 、ちょっと変なね、変な擬音になったんですけど。さあさあさあ、とりあえずここは相手はギャングたちからのバレルか、砂をバレルかね、否かと、3択になってますね。さあさあさあ、ここはバレルをちゃんと当てていく。オッケー。さあ、ちょっと有利取りましたね。まあ、レイジラムを投げることによって、相手がね、ロケット当てられない。そして、まあ、やっぱり、インフェとかね、そういう施設で受けたとしても、レイジラムだね。ワンチャン突破できるといったところで、さあ、こっちインドラ流していきます。こっちからね、インドラとかマジアチャ流してしまうと、ロケット撃たれちゃうんで、まあ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 、ここはでもワンチャンアイスピからの、まあ、ここはラム行こう。いや、いい、美味しいね。ここマジアチャぶち抜きてえな。2マジアチャ。いやー、美味しい、でかい、ありがとう、センキュー。いや、でかい。待て、頼む、うん。ユーナーを、ランバマン。ランバマン出して、ここタルババ温存したいんですよね。いや、一発食らうんかい、それ。でかい、でかい、でかい。で、ここね、俺、あれが来ると思うんですよ。テスラが来ると思ったんで、ぶち転がしたんですけど、来なかったっすね。さあ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 。いけいけいけ、貫け。いやー、でかい、この1失敗がでかいんですよ。で、打っときったんで、で、ここに、からのアイスピが来る。んで、パシッと。いや、でけえ、来たー。アイスピ飛ばしの雪玉、天才さすがに。さあ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 、これはね、一旦ワンチャン目されるんで、ちょっと待ってからランバーで、ね。まあ、こうギャングとかもし来たとしても、まあ、ぶち転がせるんで。さあ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 、ここはワンチャンハシマイプリンがあるんで待機面と。さあ、ここは一旦ハシマイ来るかもしれねえんですけど、まあこれ内側ですね。オッケーオッケーオッケーボクオッケーボクと。さあ、ここはマジアチャでしょっていく。これはハシマイ雪玉使って、これ施設使ってこないパーティーンなんで、まあ一旦ここでね。さあ、ギャングか。おお、なるほど。いや、これワンチャン行ってもいいな。一旦壊しといて、でこれでもう一回削らますね。ケツラムで世界を掴むしかないですね、俺からしたら。よいしょ。
で、これはテスラがワンチャン来る。来ない。いや、いい。偉いんだよな。そのさ、ラムがさ、ちゃんとプリンを消してくれるっていうことの偉さ。これちゃんと手札回しておきます。オッケーオッケーオッケー。来るよね。オッケーオッケー。分かってた分かってた。さあ、これはインド入って。インド入って。GG! Well played! Like Jones! と。いったところでね、まあ、こういう細かい系のね、やっぱ、まあ、とりあえずは、まあ、シーズン終盤になったら、ワンチャンこう、やっぱトリトンヒースピケは強くねみたいな感じ復活すると思うんですけど、とりあえずはね、環境がコウモリ系ですね、になると思うんで、で、コウモリ系に勝てるかもしれないみたいな、そういう枯渇とか、まあ、細かいのがやっぱ中心になると思うんでね、こういう、なんか高回転にも対応できる神器系が結構強いんじゃないかなと思います。さあ皆さんね、お待ちかねの最後のね、最強デッキを紹介する時間になりました。まあね、ここまでね、まあディガーボールブレイカーと、まあそれを2種類紹介してきて、そしてラム神器ですね、まあこいつ紹介してきました。まあそうなったらね、もう最後はあれでしょう。まあ大体わかるでしょう。そう、あれなんですよ。もう皆さんにね、今シーズンの最強デッキを教えたいと思います。ということで、こちら、エリゴレレイジですね。まあ、やっぱりこいつが最強。もうすべてに勝てる。しかも、このデッキの強いところはね、2クラおられても3クラ取れば A というところでね、さあ行きたいと思います。よいしょ。ね、トロフィーがね、若干この3、4連敗してしまってるところは、ちょっとお目目をね、つぶって、お口ミッフィーちゃんで行きたいと思いますね。さあ、来ました。おー、一番読みやすい。ひらがなよりも読みやすい名前が来ましたね。俺は分かるんですよ。これね、なんて読むのかな。あ、分かりましたね。俺大体この名前の、いや俺がもし麦だったら、なんてこのプレイヤーの名前をね、なんて読むか。やっぱり麦ってね、結構クラロアがあれだけできるっていうことは、やっぱり頭がいいんですよ。そう、やつはね、頭がいいので、大体こういう文字をね、読めてくるんですね。やっぱりね、この文字をね、読むとしたらそうですね。おちんちんって言うと思いますね。あれ、これまたやっちまったな、俺多分。またやっちまった。さあ、とりあえず気を取り直してね、今の全部カットしていきたいと思います。さすがにちょっとなんか、悪かったですね、麦にも。ああ、なるほどね。ヒースピが結構ダメージ下がってますね。はい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 。ウィザードガゴムレーバレル。ダックリ。縦線。縦線はいたな、さっき。さあ、これなんですけど、ウィザードに対してもう一枚必要かな。まあ、ここでダックリとか追加してくれたら、リエドラでやって、まあ、ここは何も来なかったら許容ですね。オッケーオッケー。呪文情けな顔してるんですよ。なんなら相手もレイジとか積んでそうな勢いなんで、これケツエリゴレして、こんな無視ですね。だってなぜなら3クラ取れるんで、ケツエリゴレした途端にね、はい、もうサードサード、オッケーオッケー、カチカチって感じなんで。さあ、ここでね、相手はまあ、ダックプリ突進からの、なんだろうな、まあ、ガゴムレが来るぐらいかな。うん、小賢しいんですよ、そんなの。まあ、ガゴムレなんかにはね、俺はね、悪いんですけど、呪文なんか打ちません。そう、ライドライ突破するんですよ、ガゴムレっていうのは。知ってました。レイジー突破できるんで、ガゴムレって矢の雨よりもね、レイジーとかそうが早いんですよ。さあ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 、そんな感じでね。さあ、いいよ。あれ?さあさあさあ、だんだん分かってきた。オッケーオッケー。オッケー。完璧じゃないですか。やべえ、お前。やめろ、お前。やばい、ちょっと待って。これやべえ。で、ここでガゴムレが来る。ガゴムレが来るまで待つ。来ねえ。マジかよ、お前。いや、天才だわ。やべえ。天才相手はさすがに聞いてない。いや、ちょっと待って、マジで勝てねえ。ああ、皆さんに本当のこと言っていいですか。今回、
本当はチエンスケラを紹介する予定だったんですよ。チエンスケラを3回やって、もうエリゴリレイジでいいかと思ってエリゴリレイジやってエリババだったんですよ。でもエリババがロケットで消されたから、もう濁念にしよう、これなら全てに勝てるってやっと思って紹介したらダメでしたね。俺の一押しはチエンスケラです。本当はね、本当はチエンスケラなんで、皆さん使ってみてください。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ。